い、どうも、こみです。さて、本日もこちら、ジースさんからですね、お届けしていきたいというふうに思うんですけども、ちょっとですね、今まであんまり説明してこなかったんですけども、ジースさん、今、CWL というですね、世界クラスの、リーグ戦に参加しています。で、残念ながらですね、ツイッターやってる方はご存知だと思うんですが、今、参加しているこのシーズンをもって、GS さんは解散ということになっています。で、今、その、CWL がどういう状況かっていうと、今、プレイオフまで進出しているんですね。で、あと合計4回勝ったら、優勝というところ、まあ、その、ライジングでの優勝というところになるんですけども、ですね、現在、その第1回戦の結果が出ました。こんな感じですね。はい。で、引き分けです。なんで、サドンデスが、これからあるみたいですね。で、それを勝って先に進んでいくと、優勝ということになるということなんで、ぜひね、GS さんが、優勝できるように私も応援していきますし、定期的に、このチャンネルでもですね、毎週1回、動画を出していきたいというふうに思ってますので、ぜひ一緒に、応援してもらえたらなというふうに思います。で、本日のテーマは、スパニックルですね。いやーもうこれがね、めちゃくちゃ強いんですよ。まあ、今まで何度も言ってた3ホール12において、これほどまでに圧倒的パワーのある、編成はおそらくないんじゃないかと。今まで見てきている限り見当たらない、それぐらい強いんですね。で、それで何が起こったかっていうと、これです。これ驚きですよ。CWL って一応、各クランが、その世界中のね、強豪クランが集まる大会の中で、トキさん、料亭トキさんがですよ。この、わかります?これ、パッと見て。サンゴール13の、カンストですよ。カンスト。壁ちょっと残ってるけど。それに対して、12で、やっちゃうんですよ。これ。これやばないですか?ちょっとね。どんな形かっていうと、サンゴール13でもよくやるように、ライトニングをまず打って、ここですね。トース機器の周辺にあるクロスボウ等々を潰していきます。で、そこからグランドオーデンのオディヒーを始めて、こんな形で、グランドオーデンとトース、ライトニングを使ってカットを入れるんですね。で、スーパーニクロマーサーを出してきた、ね、奴らがちゃんと、こんな感じで、ずれずに中に入っていく。横にこう反れないようなルートを作っていくという、こんな感じのね、ルートを作っていくという、まあ、感じの、序盤の立ち上がりをしていきます。で、今日合計4本見てもらいます。タンホール13を相手にするのはこれが、これ1本だけになるんですけども、残りの3本はタンホール12を相手にしていっても同格ですね。なんですけども、圧倒的な全開をしていきます。で、ウォールブレーカー、レイジウォールブレーカーで壁をしっかりと開けていきますね。で、後ろから、さらにヒーラーがついてきているので、防衛援軍、ストライカーと、スーパーガーコイルが入っていて、若干クイーンが厳しかったんですが、このトームの判断お見事ですね。それによってしっかりスーパーガーゴイルを撃破していきます。ビッグボーイと呼ばれるこのスパニックが出すスケルトンが壁を殴り上げて前進していきながら、ここですね、重要なポイントはここのところにしっかりとユニットを歩かせていくんですね。こういう風に、でそうすることによってユニットがチリチリにならないので、ヒーラーの恩恵をちゃんと受け続けるという形になります。これですね。で、ヒーラーが後ろからついた形のスーパーネクロマンサーはマジで止まりません。シングルインフェルノがあったとしても、ビッグボーイがターゲットを取っている間に後ろからスパネックが殴るというような形で突破していっちゃうんですね。その形が今回もできていて、まあ、マルチインフェルノではあるんですけども、まあ似たような感じになってます。さらにですよ、最近流行りのこういう壁の隙間、こういう隙間ですね。こういうところが、やっぱり終盤にある配置を選ぶのがベストです。なんでかっていうと、序盤に選んでも確かにいいんですよ。こう入っていけるんで、こうスーッとね。なんですけども、最終盤やっぱり壁を殴っちゃうと、スパネクって時間切れが非常に怖い編成です。なぜかって、とにかくユニットの数が少なくてみんな足が遅いからです。パワーはあるんだけどね。そこを補ってくれるのが、この壁を壊さず前進できる、このダミー壁チックな作りですね。それがハマるとこんな感じで、歩みを止めずに全然壁を、まあ、序盤こそこう壊しましたけど、序盤から、中盤から終盤にかけては壁を壊さずに壁の隙間を縫うようにしてユニットが入っていってますね。投石機も全然怖くないです。なぜならスーパーネクロマンサーレベル5、これタウンホール13のマックスと同じレベル使えるんですよね。これやばい。トキさんさ、これほんと偵察で言ったらしいんですよ。偵察で攻めますってね、チャットに書いてあったんですけど、やってみたら全開取れちゃいましたみたいな。もう速攻でディスコードに連絡が来て取れましたって。もうその瞬間に動画がありがとうございますですよね、僕から言わせれば。
いやーすごかったですね、本当に。いやもうこういうね、やっぱり可能性が今タウンホール12にもあるっていうのが、まあ一ついい話ですよね。13を攻める、特にこういうフレンド対戦であれば、スーパーネクロマンサー、解放してなくても、使えますし、さらにこれから12月のアップデートが来れば、もうこの動画が出る頃には来たりして、なんですけども、スーパーユニットを2体解放できますんで、片一方をスーパーネクロマンサーにしておくなんてこともできますし、3日間、の使用期間になりますから、コロ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 入れ替えることができますよね。非常に、使いやすくなってくると思いますので、ぜひ試してみてもらえたらなというふうに思います。で、残り3本もドドドッと見ていきましょう。これですね、アキラさんのアタックです。先ほどと同じような形ですね、ヒーラー5体のスーパーネクロマンサー4体という編成になっています。で、今回のアタックっていうのは、こちら側から行くんですね。そう、今出てきてますね。こちら側から行って、グランドオーデンのオデヒーでカットをします。で、スパネクをこの面から出していって、この隙間、ここの壁の、間をうまいことこう進めていきます。こんな形で。ぐるっとですね。そうすると、ここに最終区画、やっぱり隙間が空いてますんで、そこからスーパーネクロマンサーが出ていって、残ったところをこう、ぐるっとね、こう回って、全開してくれるという感じですね。やっぱりこのね、ここのアチャクイのいるこの部分の、長方形の区画、ここにジャンプでしっかりとスパネクを誘導していく、ばらけさせずに誘導していく、これがすごく重要です。やっぱりスパネクといえどもばらけちゃうと、多勢に無勢でやられちゃうんですね。なのでそうならないようにしっかりと束にしていくというところがポイントです。さらに上側からはこれ透過弊社を出していってますね、ウィザードプラスペッカが上方面をカットしていって、ここ、ライトニングとクエイクの呪文を使って相手のマルチインフェルノ、さらには、グランドウォーデン像を追っていき、こうすることにより、キングたちは外周を歩いていきますね。さらに、スーパーネクロマンサーも上側の、このマルチインフェルノとか届かないところにあったんですけど、これ、ライトニングで壊せばルート作りにもなるし、横打ちもされないし、非常にいい使い方になっています。若干このですね、7時方面、8時方面の、対空砲にヒーラーが撃たれて結構苦しそうに見えるんですが、でも、とはいえですよ、アーチャークイーンがこう回り込んでくれたんで、これも良かったですね。対空砲を後ろから壊してます。今回のケースではアーチャークイーン中に入れず、外側をこう歩かせていったのは、もしかしたらどうだったんだろう。これは、見越してやったのか、どうなのかってところですけどもね。中心部にスパネクが入れば、さっき言ったように、タウンホール13でも十分通用する、レベル5の、スーパーネクロマンサーですので、マジで止まらないんですね、ヒーラーがついちゃうと。なので、もう、中心部はそいつらに任しておいて、キング、投下弊社、クイーン、で、外周を処理していくという形が、タウンホール12においてはいいのかなというふうに思います。13で言うとですね、若干のホグライダーを、今300枠になったことによって、若干のホグライダーを連れていけるので、そいつらを連れていって、ロイヤルチャンピオンという手もあるんですけども、ロイちゃんがいないのでね、タウンホール12になりますと、こういう形で取っていくのがいいのかなという形ですね。だってですよ、本当にもうヒーローのレベルとヒーラーのレベルがちょっと低いだけじゃないですか。それ以外は、ユニットの枠数も、まあ、今でこそ、タウンホール13 300枠になりましたけども、ちょっと前までタウンホール12と同じ280枠でしたよね。だったので、それ考えたら、だってこの編成、タウンホール13の280枠でも通用したわけなんで、時間切れが怖いねぐらいのもんで、それがタウンホール12で通用しないわけないし、なんならもう本当にタウンホール12にそのままのレベルのスパネク持ち込んじゃったら、もう反則級に強いですよね。おまけにライトニングクエイクの呪文はレベルマックスが使えて、これもタウンホール13と同じということでですね、タウンホール13でそのまま強い編成をほぼ同レベルで移植したものがこのスパネク編成と言えるんじゃないかなというふうに思っております。さあ3本目いきましょう。アキラさんもう1本ですね、今回星6スパネク編成で取ってきております。これやばいですね。もういやーちょっとね、僕もポンコツボンクラとかで使おうかなと思ってます。なかなか今ですね、ファーミング頑張んなきゃ防衛やばいんで、スーパー、なんだっけ、スニークゴブリンを解放してるんですね。たまにスーパーゴブリンって言っちゃいません。よく言っちゃうんですけど、バカにされるんですよね、クラメンに。スニークゴブリンですとか言って。めっちゃとやられる。今度ですね、ある程度スニゴブで、レベルが上がってきたら、ネクを使ってみようかなっていうふうにも思ってます。まあ、タイミングが合わないときはどうしてもね、解放できずに終わっちゃうんですけども、今回、のアップデートから、3日間の、
なんだサイクルで使えるようになるので、いろんなスパね、ユニットが、まあ、半分スパ、またスパがこうだ、スパゴブって言ったスニゴブ、半分スパでいくという感じでやっていこうかなと思ってます。これですね、ここは中心部のこのイーグル角に入るように、ジャンプの呪文を打っていってますけども、ここで一気にばらけさせるような形になりますかね。トームをしっかり使って、タウンホールの爆破ダメージを突破していきながら、上方面にビッグボーイが流れて、下方面にスーパーネクロマンサーがいるという形ですね。ヒーラーはビッグボーイとスーパーネクロマンサー、傷ついたユニットを、片っ端から回復してレベル、ヒットポイントマックスにしたらまた別を回復するというこの繰り返しで、延々と中央に入っているユニットの体力が回復し続けるんですね。こうなってくると見てほしいのはこれ、上側今頑張っていて、結構見応えありますけど、むしろ下ですね、下の方、これマルチインフェルノのダメージなんて全然スーパーネクロマンサー怖くもなんともないですね。円ももうヘにもならないような顔して壁殴り上げてくるじゃないですか。でこれ壊しちゃうと、上側に関してはもう、しっかりとヒーラーがついてるんで、スーパーネクロマンサー当然やられないし、なんなら上から合流してきて、で、マルチニフェルの破壊したみたいな感じですね。いや、えげつねえ。えげつねえよ。うえぇ。で、これもそう、さっき言ったように終盤ここに壁に穴が開いてるんで、まあ、もうこう壁殴り上げましたけどね。こんな形で、ちょっと一歩殴り上げれれば、あとは壁の中からどんどんスーパーネクが、外に出ていって、外周ぐるっと回って全開と。いうとこですね。まあ、基本的な戦術っていうのはライトニング5かけるも、クエイク1を使って、グランドオーデンのオデヒーで、さらに手前側を削りつつ、奥はライトニング、手前は、オデヒー削りながら、壁の穴をなるべくこう縫うようにして、スーパーネクロマンサーを中に入れていく。ジャンプの呪文は1枚から2枚ぐらいしかやっぱり持っていけないので、レイジの呪文っていうのはやっぱりそれの分なおさら持っていきにくくなりますよね。なのであとはもうスーパーネクロマンサーの勢いで押していくんですけども、時間切れが非常に怖いので、中盤こういう風に壁に穴が開いている配置を選ぶと、より時間切れのリスクっていうのも減らすことができますということですね。バーバリアンキングはこれを中に入れない方がいいですね。ヒーラーがついてもあんまり美味しくないし、むしろ外周を、投下弊社と一緒に歩かせることによって、そちら方面をカットして時間切れの防止、さらにはスーパーネクロマンサーの横それというのを、抑制していくような使い方がいいかなと思います。ラスト、自由のユウさんですね、見ていきたいと思います。今回ユウさんこれですね、こちら側の4時方面から攻めます。で、ウォールブレーカー持っていってますね。やっぱ手前側の壁っていうのはウォールブレーカーで開けやすいので、しっかりとここ壁開けをしてから中に入っていって、終盤に関してはここ壁にこう穴が開いているので、やっぱりここから出ていくという形の、プランニングになります。ネクロマンサーを通すのはここですね、この長方形のライン、ここに1回入れてしまえば、あとはそのままギュッとこちら側にこう出ていくことができるので、そこにスパネクを誘導するイメージでやってますね。グランドオーデンお手引きでこのマルチインフェルノを追ってしまえば、あとはこちら、中央付近のマルチインフェルノ角に、スーパーネクロマンサーを流し込むだけという形になりますね。上方面は投下弊社プラスの、バーバリアンキングでカットして、中央部にどんどんこれでスパネクが流れる形が出来上がりましたので、あとはジャンプの呪文を使いながら、さらにレイジを今回持っていってますね。この辺多分ですね、ライトニングで折ってもあんまり美味しくないなと思ったんだと思います。ここなんか折れそうに見えますけど、まあ、そこジャンプ使っちゃえば別にね、スパネクでそのまま折れちゃうので、あんまりここ、ライトニングを使って折るには、まあ、イーグル砲とかだとやっぱり大量のライトニングの枠が必要になっちゃうんで、ちょっとそれはあまりよろしくないということで、こういう風にしたんじゃないかなというところですかね。このジャンプギリギリ上にかかんないように多分狙ったんでしょうけど、ビッグボーイが中に入っていきましたね。こんな風に今イーグル4ビッグボーイ殴ってました。まあこれ良かったですね。結果的にはそうなったことによって、上方面のイーグル4区画をビッグボーイがちゃんと破壊してくれて、スーパーネクロマンサー本体はそれにしっかりタウンホールに向かっていくことができました。で、爆破ダメージに関しては遠距離から攻撃してるんで何の効果もなくと、アーチャークイーンが最後マルチインフェルノタワーを破壊して、そのままこの壁の隙間からここですね、出ていけるという形になります。ヒーラーが、いなくなってしまいましたけども、ここから先はもう、スーパーネクロマンサーの出すビッグボーイと、ネクロ本体の攻撃力でご利用していくという形になりますね。上方面にもスーパーネクロマンサーが、いや、これ普通ネクロマンサーか、がいて、ビッグボーイとイエティと一緒に上方面は殲滅していきます。下方面に関しては生き残ったスーパーネクロマンサーとアーチャークイーンが、もう、陸に対して攻撃できる防衛が全くないので、お掃除タイムと
ていう形ですね。若干最後上方面きつかったように見えましたけども、ここにグランドウォーデン、あとは、スパネクの2体合流していきました。こんな形でスパネクってマジでやられないんですね。本当にやられない。4体って今3体生き残ってますよね。こんな感じなので時間切れのリスクをやっぱり削れる、減らせるように終盤の、この壁の、による足止めっていうのがないような村を選んでいきさえすれば、まあ、こんな形で勢いで取れちゃうというところですね。あとは、今回自由のゆうたんがやったようにこういう区画、こういう区画をやっぱ見逃さないようにして、そこを通したときにじゃあどこが残っちゃうの、残っちゃうところは何かで別のもので壊せるかなと。それでもしも壊せるという判断ができるんであれば使うべきですね、スーパーネクロマンサー。いやータウンホール12いいですね。なんかタウンホール13ワンチャンこう壊せる戦術がやっぱり出てきているし、まあ、必ずしもできるってわけじゃないと思うんですけども、当然ね、それができちゃったらもうタウンホールの12、13って何なんだってなっちゃうし、だけどもやっぱりそういう夢が持てる環境になってきているし、さらにそういう夢がスーパーユニット2体解放可能という、まあ、今後の新環境においてよりね花開くんじゃないかと思うとワクワクしますよね。ぜひ試してみてもらったら嬉しいです。そしてこれからもですね、GS さんの CWL 最後まで応援していきます。皆さんも一緒にこのチャンネルを通して、応援してもらえたら大変嬉しいなというふうに思いますし、こういったアタックですね、解説参考になったらぜひグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。